にちは、ブレイザーズ応援団長直樹です。そしてセリカです。さあブレイザーズアット TV、 今回もご覧いただきありがとうございます。さあ11月の3日にですね、はい、開幕をいたしまして、うん、もうすでに4試合を終えております。いや今回はですね、はいはい、ブレイザーズアット TV が11月下旬の放送に合わせてるので、17日と18日のこう結果をね、うんはい、ここではお届けできないんですけど、うん、堺ブレイザーズのホームページではご覧いただけますので、はいはい、こちらでチェックしていただきたいと思います。そうですね。で、結果はどうなんですか今のところの。もうこの笑顔を見ていただいたらめっちゃ笑顔ですもんね。分かるんじゃないでしょうかね、はい、7割5分。これなかなかそんな一度でも7割5分打たれへん。当たり前やけど当たり前やけども、ただいま3勝1敗7割5分ね、3位でございます。素晴らしい。いやいや、もう前半この4試合で3勝1敗のこの位置は素晴らしいです、選手の皆さんの熱いね戦いっぷり、そしてやっぱり皆さんの応援、これがあるからこそ今結果があると思いますが、はい、さあ今回のブレイザーズアット TV も、うん、もうブレイザーズだけの番組でございますんで、はい、この中に今日は本当にね練習を終えてから選手がまた来ていただいておりますのでありがとうございますね。いろんなお話聞けそうですね。聞けそうですね、はい、セリカちゃん、はい、お帰りなさい。あ、ただいまです。ね、ありがとうございます。もうそろそろ水着 OK にしてやってみましょうね。さあということで今日も頑張りましょう、ブレイザーズアット TV スタートです。さあタッカーに入ってきまして、はい、練習を終えた選手が、うん、さあこの番組のために来ていただいております。はい、はい、ご紹介しましょう。内藤選手、コマンダ選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお願いします、ありがとうございます。練習直後にね、ありがとうございます。本当にさあ早速伺いましょう、はい、まず4試合終わりまして内藤選手3勝1敗、チームの雰囲気どうですか。そうですね、今年は、うん、若い選手、知識なんかも、うん、即試合に出てて、いつもと違うまた勢いのある、はい、ブレイザーズが見れてるんじゃないかなと思います、うん、ねえ。さあ小林選手どうですか、ね、今チームの雰囲気よくコミュニケーション取れてるなっていう感じしますけど、そうですね、すやっぱゴッツさん、うんはい、がキャプテンになって、うん、ゴッツさん中心に、はいコミュニケーションをコートの中で、うんはいみんなと取れてるなっていうことが、はい、印象強いです。さあ内藤選手、あなたは本当にあの素敵な場面で、あの緊張する場面で本当に開幕からさあ、あれはね本当に率直に緊張しないですか。いやいや緊張してますよ。してますしてます。したらどうしようとかそんなことも出てきますあそこで、いつも、うん、そうですね考えますけど、まあ、それよりは、まあ、僕はまあ入れたらみんながなんとかしてくれるんで、もうねこれねもうね多分今の時点からね、はい、講演会行けるって多分本当にいや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 そんなことないです。ホームゲーム、はい、ねえ堺のホームゲームなんかっていうのはちょっといい緊張感があると思いますが、うん、ちょっとその模様が VTR でございますんで、はい、ちょっと見ていただきたいと思います、はい。
ということで、はい、3勝1敗でということですけど、素晴らしい。そら内藤選手、そらメンバーチェンジでサーブの時っていうのは確実に言うたら、うん、ミスったらあかんよって出されてるわけじゃないですか。そうですね。ねえ、いやでも結局入れるだけでもしょうがないんで、結局打つしかないんで、うん、まあ変にいろいろ考えなくていいかなと。本当に全員で戦って声を掛け合ってるっていう感じがするんですけど、小原選手ね、よくアップゾーンもすごいですよね、盛り上がりがね。もう、うんうん、そうですね、やっぱ坂梨とかいたらもう元気がすごいんで、うん、もう安とか僕とか内藤とか若手が、うん、もう外からも盛り上げようっていうことで、うん、この後ろ見てください、ファンの方のメッセージ、これね。そうですね、ありがたいっすよ。たくさんあります。やっぱこういうの見るとさーって思います。内藤さんどうですか？そうですね、嬉しいですね、うん、毎回書いていただけるので、うん、まあ、ただ僕とコバもそうなんですけど、はい、こう気持ちが入ったファンの方って自分の好きな選手って名前書いてますか？はいはい、よく書いてます。はいはいはい、あのですね、うん、僕ら名前が、はい、裏とか書いてるんだね。いやいや、そんなことそんなこと大事。ちょっと確認する。コバの選手と内藤選手、そんなことない。激励会です、どうぞ。あ、ごめんね、無視して。ないんです。名前がないんです。10月19日、新日鉄住金体育館にて 2012-13V プレミアリーグ出陣式激励会が行われました。本日は、お忙しい中、この激励会に、当日はスポンサーや近隣周辺の皆さん、ファンクラブの皆さん、およそ600人が駆けつけていただけました。ありがとうございました。監督や選手の挨拶の後、ブレイザーズの選手はお越しいただいた皆さんと歓談タイムです。寿司おいしい、おいしい。こういうコミュニケーションがいいですね。間近であるっていうのがいいですよね。そうそうね、最後にしてね、写真も撮って、忘れられない思い出が増えますね。これぐらいやな。これぐらい、こう見て、ほら、これぐらい。この選手の名前は何ですか？大道選手。おー、よかった。えい、そう、あ、そうです。せやけど明日だったら忘れよるぞ。応援してあげてね。私たちはモザイク、モザイクにお願いします。あら、うるさい。たくさんの大人気じゃないですか。ありがとうございます。チーム一つ、一つの目標である、V リーグ優勝。歓談の後はブレイザーズを代表して石島選手が優勝に向けて熱い決意が述べられました。チームとしての目標は見失わずに、苦しい時もいい時もしっかりと戦って。そして最後は我らの応援団長直樹さんから選手全員にパワーを注入。まあ、言いますと本当にたくさんのファンの皆さん、スポンサーの皆様に支えられてるなと感じがしますけど、まだ内藤選手本当に始まったばっかりです。そうです ね、 ね、はい、うん、なんかちょっとした緊張感と、はいはいはい、もう少し頑張ろうみたいな、うん、もっといけるっていう、はい、なんか高揚感っていうか、そういうのありますね。小松選手どうですか、その辺は。まだまだ始まったばっかりでさ、これからまた自分もそのゲームに入って戦っていかないといけないわけですよ。はい、ね、いろんな決意もあるでしょう、小松さん。はい、それはもういいです、もう存分に本当に語ってくださいよ、はい、語ってください、本当に、はい、どうですか。事故やで、これ放送事故やもう、なんで、なんで俺は君の引き出しを開けようとするのに君開くやんか、うん、どうしてボーンと閉めてしまうわけ。あ、ごめんなさい。うん、もういいから自由で、自由で語りたいことってあるでしょ。今の堺ブレイザー入って何年目ですか？2年目です。2年目でしょ、はい、今どんな気持ちで V リーグ臨んでます？そんなことですよ、はい、はいはい、どんなこと、はいはい、もう一回、もう一回、はい、もう一回、もう一回、内田裕香さんに聞いてもらった方が、内田裕香さんに聞いたって。小俣選手どうですか？はい、そうですね、もうとにかく、チーム
に貢献したいという気持ちが強くて、得点に絡むプレーっていうのを出た時はしたいと思っていますし、ファンの皆さんに、一人でも多く名前を覚えてもらえるように、今リーグ必死にがむしゃらに頑張っていきたいと思っています。ありがとうございます。素晴らしい。もう映画長いけど素晴らしい素晴らしいですよ。さあ内藤選手、はい、ね、もう内藤選手ももう新人じゃなくなってきてるような感じしますからね。そうです ね、もう引っ張り下向いてますから。そろそろ、はあ、やっと後輩入ってきましたから。そう、引っ張っていかなあかんし見せていかない部分で、はあ、さあファンの皆様にちょっとメッセージをよろしくお願いします。はい、そうですね、これから、新人僕も含めて若手がどんどん試合に入って、またもっと新しいブレイダーズ、これからのブレイダーズを、皆さんにお見せできたらなと思います。これからもぜひ熱い応援をよろしくお願いします。はい、その中でやっぱり12月の、はい、そうでございます、ね、1日2日、12月1日、はい、土曜日がですね、うん、東レアローズ、そして2日日曜日は FC 東京ということでですね、はい、堺市金岡公園体育館で行われますので、うん、はい、ホームゲーム皆さんがね、そうですそうです、来ていただいて実際に生でバレーボールのプレーを見ていただくと本当に勝手に声が出ますから。そうそう、でファンの皆様が選手のプレーを押すって感じますよね、うん、やっぱりね、はい、はい、皆様の熱い応援よろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。ごきげんよう、はい、さようなら。まだまだ、ね、これから長いんでしっかりと自分たちのことを追求していきたいと思います。これから一つ一つ頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。これからも一生懸命頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。一戦ずつまだしっかりと戦っていきたいと思いますので、温かい応援、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。今日はしっかり自分のサーブ攻めてすごい良かったです。はい、ホームゲーム熱い応援ありがとうございました。また12月にホームゲームがあるので、その時は今日以上の熱い応援よろしくお願いします。頑張れ。どの会場に来てもブレイザーズのサポーターの方々というのは本当に、温かく熱く、僕たちに叱咤激励してくださいます。本当に力になってます。また一緒に戦ってください。お願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。これからも、最後まで強いブレイザーズいたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。